よろしくお願いします。ブリステオーディオの渡辺です。で今日持ってきたもので、新しいものです。この BSEP4Z1R、弊社の BSEP、まあ、あの専用モデルのシリーズなんですけれども、そちらのソニーの IER-Z1R 専用モデルになっております。で今回あの初お披露目にはなるんですけれども、基本的には4芯 の, あのケーブルベースで、弊社のオリジナルプラグおよび IR の専用端子、こちらを装備し、通常のモデルとラインナップとは違う、Z1R に特化した音作りを施したという特別モデルになっています。で価格に関してもあの他のものよりもあの、まあ、リファレンスカーのアルテミットがそれぐらい相当するようなあの内容になっているんですが、高音質化施工もあの従来のものだという異なるものをこちらの専用モデルで採用して、搭載してあるというモデルになります。かなりあの音質的にあの Z1R の良さ、あのしっかりとしたメリハリがある音質だと思うんですが、そちらをあの、まあ、助けてあげるというか、よりあの引き立たせるというか、そういうような音作りにチューニングしているモデルとなります。こちらが今回の初お披露目の一つですね。で次がですね、あの今回弊社初なんですが、銀線モデルを持ち込みいたしました。あのケーブルの太さ自体はあのヤトノのアルテミットとほぼまあ同等クラスのものと思っていただいて結構です。ただ物理的な取り回しも結構実は違っていて、まあ、何よりもやっぱ音質がかなり従来のものとは異なっていると思います。プラグに関しては今回あのサンプルということで、あの試作で作ったケーブルに弊社のアルテミットとあの同様の仕様ですね、こちらを施してあるんですが、実はあの先ほどの BSEP と同様にあの銀線専用のチューニングを施してあるという内容になっています。弊社の銀線が入荷した時点であの結構試作として何本か作ったんですけれども、結構ですねやっぱり今までの銅線と全然音質が違うということがよく分かりまして、であと結構その弊社の高音質化施工においてもかなりシビアに音が反応してくれるというのがあったもんですから、かなりこの試作を繰り返しまして、現在でバージョン5ぐらいになってるかな、そういった内容で今回あのこれでしたらいいんじゃないかなというようなところまで持ってこれたので、今回初お披露目ということで、今回は参考こちら出展という形になってますね。一応価格としてもよくはこれぐらいを想定したモデルということで、今回初お披露目にご案内をしております。これ以上ですかね。